きしでーす。今日も YouTube でドイツ語を勉強しましょう。イエーイ。で、今日はドイツ語会話を勉強したいと思います。Was ist das? Was ist das? これは何ですか？Das ist これは何ということなんで、みなさんと一回これを練習したいと思います。 Was ist das? で、ドイツはドイツ語はそんな難しくないんですよ。本当に私を信じてください。難しくありません。質問は、質問動詞が必ず前に来ます。その後動詞が来ます。その後何かが来ますということなんで、質問、なーに、わす。皆さんと一回振り返していきましょう。なーに、わす。わす。ist das。was ist das? で、そうすると、Das ist これは。で、そうすると場所は逆なんですよ。もう質問動詞はないので Das で動詞が来て、であと何っていうことなんで、それをぜひ皆さんと一回練習したいと思いますので。へー、はい、な、alles klar? Was ist los? Was ist das? Ah, das? Das ist Kaffee. Ah, danke. Kaffee. Oh, sehr gut. Ich mag Kaffee. なんだけれども。Was ist das? Kaffee? Das ist Kaffee. Aber, was ist das? Das ist Minz.Tee. Das ist Tee aus Minze. Dann, Minto のお茶なんですけれども、ブランドはテーカネ。で、このテーカネは結構有名で、日本でも多分売ってます。で、ちょっと高めなんですけれども、私はドイツからのこのお茶を、まあ、日本まで持ってきてよく飲んでますので、このミント茶おすすめです。で、次は、みなさん覚えてますか？質問、質問。覚えてる？覚えてない？覚えてる？ Was ist das? Das? Ah, das? Das ist Kamillentee. で、これもね、日本では、最近になって、おしゃれな喫茶店でたまに見かけます。これ日本語ですとね、カミレじゃなくてカミレなんですけれども、日本語ですとね、カモミルティ。で、私は風邪とかを引くと、よくカモミルティを読みまして、これまた同じブランドのテイカネのものです。すごく美味しいです。ゼアゼアレカ。ということで、覚えてますか？覚えてないでしょ。覚えてますか？ Was ist das? Was ist das? あ、das? Das? Ich weiß nicht. Das ist japanischer Tee. Das ist Tee aus Japan. で、aus はなんかどこからって意味なんで、まあ、例えばイタリアのお茶だったら Das ist Tee aus Italien. で、フランスのお茶だったら Das ist Tee aus Frankreich. なんだけれども今日は Tee aus Japan. で、最後にこのお茶も紹介したいと思います。 Fenchel Anis Kümmel. 結構ね、
濃い感じなんだけど私は割と好きです。まあドイツに旅したかったらこのお茶もぜひ飲んでみてください。美味しいですよ。 Was ist das? Das ist Fenchel Anis Kümmelsee ということで、単語も一応書きましたので単語帳も見てください。 Der Kaffee Der Kaffee Der Tee aus Japan Der Tee aus Japan Der Kamillentee Der Minztee Der Kräutertee。最後までありがとうございます。チュース。 Bis zum nächsten Mal。